ンングダムエディケーションクリスチャン・ライフの担当の藤田恵子です私は JCM の代表をしています JCM っていうのは Japan Creative Ministry という名前で教会,の教会に対して創造的な働きを通して教会を活性化するそういうための働きをしています教会教育の方の分野が専門ですクリスチャンライフをの ほんまかいな知りたいねという、え、教理の学びのシリーズをずっとしています。今日は第二十三回目、えー。イエス様の死と復活の意味、パートワンです、えー。今日は福音の中心、大切な。 このイエス様の死と復活このことについて皆で一緒に学んでいきたいと思いますえっとまずですねこれが神様の計画であるということですね福音の始めどこから始まるのかそれは実はですねアダムとエヴァが罪を犯したそこからスタートしますえー、サタンがですね アダムとエバをが罪を犯すように仕向けてしまって彼らが罪を犯してしまったそこで人類に罪が入りましたそのままでは全ての人類が永遠の滅びに行ってしまうその時に神様はもうすでに救いの約束を与えてくださいましたこう書いています創世記3章15節私はお前と女との間に また、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これは、このイエス様がですね、このサタンの頭をガーンってやっつけるんですね。だから、もう頭がやられたら、もう致命的ですから、それで死んでしまいます。でも、このサタンも負けなくて、イエス様にそのかかとをガーッと噛みつくと言っています。これは。 イエス様が痛い思いをするサタンを完全に滅ぼすためにイエス様も苦しみを受けるということが含まれた予言ですねまた第1ペテロ1章11節12節にはこう書いてます彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき 誰をまたどのような時を指して言われたかを調べたのです。これはこの神様がもうすでにイエス様が苦難を受けるよっていうことを計画されてたということを書いてるっていうことですね。そしてイザヤ五53章の4節から6節、ま、ことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。 彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの戸郷のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、 主は、私たちのすべての都がを彼に負わせた。本当にイエス様が、まあ、私たちの受けなければならない罪の都が、そういうものを全部受けてくださった。受けてくださるんだということを予言されているんですね。また、イエス様ご自身もこうあの書いてます、言われてますね。ルカ二十四章の二十六節、二十七節。キリストは必ずそのような苦しみを受けて。 それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかそれからイエスはモーセ及びすべての預言書から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされたこれは復活されたイエス様がですねこのエマオに行く途中のその人たちに対して弟子たちにこう話されたんですが本当に聖書の中にイエス様についての預言がたくさんあります そしてそれはただ栄光の主が来られるという予言だけではなく残念なことに「苦しみを受けるんだ」という予言が書いてるんですね。えイエス様がまあ私たちのために苦しみを受けてくださるこれは予言で書かれてるんですが、まあ、このことイエス様が苦しみを受けるっていうことを「受難」という言葉を使いますね。でこの受受受難難イエス様がどうしてもをけけなななればならない この必要性っていうのがありますそのことを今度は見ていきましょう。えー、詩編の11編の5節7節「神様の清さ」っていうことについて書いてあります。主は正しいものと悪者を調べるその御心は暴虐を好むものを憎む主は正しく正義を愛されるすぐな人は御顔を仰ぎ見る神様は 正しい方ですから罪を裁かないといけないんですね罪を裁かないってことは神様の義ということが示すことができませんですからどうしても罪に対しては裁きを与えないといけないでもそれを人に与えたくないとなると誰かがそれを受けなければいけないそのためにまあイエス様が来てくださったということですね神様の清さっていうことを考えたときに許す 何もしないでいいでですよあなたが罪を犯したけど私はあなたを愛してますから許しますよっていうことになるとそれは神様の「清さ」が失われてしまうんです。神は清いいいい方ですから罪をを憎み必ず罰を与えないといけなとけっていうことですね。えー、っとそして神様はそのイエス様の苦しみと命と引き換えに人を救いたいというふうに考えられたんですね。で 私たち人間は神様に似せて作られた神様がとっても愛している存在なんです。でこの人をなんとか救いたいという気持ちのゆえに自分の独り子であるイエス様の命さえも与えまたイエス様が苦しむことも良しとされたんですね。だかららこのの神様は清い方ですけど同時ににに本当私私たたたちちを愛しておられる私たちのために 一番良いことを何をすればいいかなって考えてくださったこれが神様です次に神様の愛です第一ヨハネ四章十節私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備え物として御子を使わされましたここに愛があるのです 神様は私たちのことを本当に愛しておられるんですねでそのことをどうやって知ることができるでしょうか口で「愛します」っていうのは簡単です。でも行動でで示さななければ本当の愛かかかどうわかからないですよね例えばですね、まあ、ある素晴らしいカップルがいてですね「お互い愛し合ってます」とかって言いながらね誰かなんかひどい強盗みたいなかがバッてやってきた時にですね男性の方が「はっ!」 私が守ります。逃げろとかねそうやって言ってくれるような男性だったら自分は彼女を愛してるので命を懸けてもいいとにかく彼女を守りたいっていう気持ちがあるわけですよねでもその時に女性を前にして「ごめん!」って言って逃げてしまうような人だったらいくら愛してると言っても本当の愛ではありませんある意味で愛というのは命がけですそして愛してるっていうことを本当に行動で 示して初めてあこれがこの人の愛なんだなっていうふうにわかります神様の愛は本当に素晴らしいです私たちが神様大好きですあなたのために生きたいんですだから私たちを救ってくださいって私たちが願ったんじゃないんです私たちは神様のことを知らなかった神様なしでも生きていけると思ってたそういう神様を無視して 従って歩んでなかった私たちのことを一方的に愛してこの救いということをじょうあの用意してくださったんですね。だからこの愛は本当に素晴らしいんです。まあ、神様の愛はアガペの愛、無条件の愛です。私たちが神を愛したからとか、私たちが神に従うから愛するんじゃなくて、何が何でも私はあなたを作ったあなたの神だ。 だから私はあなたを愛するというふうにして愛してくださっています次に第一ペテロ2章24節人を罪から解放するためにイエス様はどうしても苦しみを受けなければなりませんでしたこう書いてますそして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われましたそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためです キリストの打ち傷の故にあなた方は癒されたのです。神様はイエス様が苦しむことを計画されていました。それはなぜか人々が救われるためです。まあ、あの神様はですね、なんで罪を犯す人を作ったんだっていうふうに言う人もいます。しかし、これは 罪を犯さない状態で天国に行けるという状態はいいみたいですけど。人間は自由意志が与えられています。ロボットではありません。神様に従うか従わないか自分で決めることができるんですね。でその決めることができるその状態の時に。こう神様に一回でも従わなければ永遠の滅びに行くわけです。十年ぐらい大丈夫だったかもしれません。でも百年大丈夫でしょう。 アダムといえばだいたい900歳ぐらいまで生きてますから900何歳まで生きてますよねその900何歳まで生きる中で一度でも罪を犯してしまったらもうそれで永遠の滅びに行かなきゃいけないだから罪を犯さない状態をずっと続けるよりはもう罪を犯すんだそれは神様は分かってただからどうやったらその罪の裁きから完全に救うことができるのかっていうことを神様が考えられたんです それがこの神様の計画です罪のない人間が彼らの代わりに罪の裁きを受けるこれが神様の計画でしたでも罪のない人間は他にいませんそれは乙女マリアから生まれた聖霊によって生まれたイエス様だけなんですねだからどうしてもイエス様が苦しみを受けて死んでくださらないといけないでもこれは神様が最初からの計画でした 永遠に私たたちを取り戻すすめですね、えー、そして「死」と2章23節にこう書いてます、えー「あなた方は神の定めた計画と神の余地とによって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架につけて殺しました」また第一ペテロ1章20節「キリストは世の始まる前から知られていましたがこの終わりの時に あなた方のために現れてくださいました。もう神様がもう長い計画があって、その目的があって、その目的のためにどうしてもイエス様は来て知らなければいけなかったということですね。まあ、これ以外にもあのイエス様が受難されるという予言は、イザヤ書53章だったり、詩篇22篇に書いてあります。本当にそこにはたくさんの箇所。 本当にイエス様の十字架で苦しんでいるその状況のことが書かれていますで、それはなぜ書かれているのか神様の計画ですよこれほどまでにしてもあなたを救いたいということを願っておられましたえっと、そしてルカの24章の26節27節にはこう書いてますキリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから 彼のの栄光に入るははずででなかかったのですかそれからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。本当にこの預言者にたくさん書いてあるということをね言ってます。またえー、とルカの22章の37節にはこう書いてます。あなた方に言いますが彼は 罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。イエス様ご自身が自分は罪人たちの中に入るんだ。罪人として裁かれるんだということを書いてます。そしてまたイエス様が言われていることですが、マルコ8章31節。 それから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され3日目の後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められたそうですねこの時もイエス様が弟子たちにもう自分は今まで、ね、3年半近くずっと教えてこられたんですけどもう終わりが近づいてるという時に。 私が来た本当の目的は病を癒すためでもなく神様のことを伝えることだけでもなく一番の目的は人の罪を受けて死ぬことだとねそれも本当に悲惨な状況でそうなるんだということをイエス様が教えられました。またヨハネ3章14節モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりません」。 それは、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つためである。これはですね、民数記二十一章の一節から九節に書かれていますで。モーセがアラノで蛇をあげたように、というのは、まあ、燃える蛇がまれ送られて、毒蛇だったんですねあの。イスラエルの民は本当に神様に対して文句を言ったので、神様がその毒蛇を送られました。 で毒蛇に噛まれれた人はどん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 倒れて死んでいくでその中で「助けてください」って言われた時に神様がモーセに言われたことはモーセがあの聖堂の蛇をつ作ってそれをこのあなたの杖の先につけて仰ぎ見る者は生きるというふうにね言われたんですね。でこの聖堂っていうのはどういう意味かっていうと聖堂は聖書の中で裁きを表します。そして蛇とは 罪の象徴ですですから聖堂の蛇ということは罪の裁きですね罪の裁きをこの受けるその方を仰ぎ見れば生きるんだよということですねでそしてその時に毒が噛まれて毒が回った人もただ仰ぎ見るだけで彼らは生きましたもう科学的に証明することできないですよね噛まれて毒が体中に回っているんですただ仰ぎ見るだけで その毒が消えてその人は癒されたんですねそして命が与えられましたこれはどういうことかイエス様をただ信じるだけであなたの罪が許されるでもイエス様は2000年前に死んだんでしょう今の私と関係あるんですかどうやってただ信じるだけで私の昔しすべての罪が許されるなんてそんなの理解できませんそうかもしれません理屈じゃないんです神様がそうすると言われたんです そそしてそれはあたかももあげたようなものもうななの絶対ありえないえただ信じるだけでいいんですか行えないんですかただ信じるだけで生きる永遠の命を持つことができるんだという神様の約束ですね。イエス様が私たちのために受難される苦しみを受けるというのはどうしても私たちが救われるためには必要なことだったんです。 そのことをぜひ覚えてくださいじゃあ次にイエス様は私たちの身代わりとして死なれたということを考えていきましょうイエス様は十字架にかかって死なれましたねええっとわずか6時間ぐらいですね十字架にかかっていたのはわずか6時間ぐらいで死なれましたまあ普通はですね23日生きると言われている十字架刑です長い人は1週間生きるとも言われていましたなぜかというとう 血がすぐにドバーンって出るわけじゃないですから少しずつ少しずつ体力がなくなって血が流れてそして死んでいく本当に苦しい地獄のような苦しみなんですでもイエス様はそれをたった6時間で命がなくなったわけですけれどもそれはただ単に肉体的な苦しみだけではないということですイエス様が十字架にかけられたとき父なる神様から イエス様の上に、すべての人々の罪が全部負わされたんですね。まあ、私一人でも、何回罪を犯したか数えることができないです。でも、世界中の人です。アダムとエバから、せえっと、世界で最後に生まれる。この世が終わる前に、最後に生まれる子供のすべての罪の罰を、イエス様が受けてくださったんです。それは、私たちは想像できないです。 考えてもみてくださいたった一つ嘘をついただけでも私たちは永遠の滅び地獄に行かなきゃいけない聖書では燃える池と書かれていますそこで永遠に苦しめたった一つですよたった一つの罪でもそう,そうならなきゃいけないようなものなのにもう世界中の人の多くの罪の裁きをイエス様一人が全部バーって受けることになったわけです どどれほど苦ししいことでしょうか、まあ、私はですねこれを考えた時に何と言いましょうかもうどれだけ苦しいか想像しても想像しても想像しきれないなと思うんですがただ一つこのイエス様が十字架にかかる前の様子を見た時にあもしかしたら本当にひどかったんだなと思います。それはイエス様が この時のために十字架にかかるために来られたのに私の受けるこの杯をねもう受けないようにしてくれませんかと取り去ってくれませんかというほど恐ろしかったんですそしてまた恐れて深く恐れてもだえ苦しんでという言葉がありますイエス様が恐れるってどんな苦しみでしょうか パリサイ人に何を言われようが人々いろんなことで言われるがびくともしないイエス様ですでも父なる神様愛する、ね、親子関係があるこの父なる神様との関係がなくなってそして一人の罪人として私たちの代わりに裁かれるこれは本当に恐ろしいことなんですねでもそれをイエス様は自らしてくださったんです それはなぜですかそれ以外に私たちを救う方法はないからです、えー。ここでですね、身代わりということで、こう書いてますね。イザヤ53章の4節から6節に、誠、ま、に彼は私たちの病を負い、私たちのインタミを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。 しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちの戸郷のために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された本当に私たちの苦しみのために苦しみを受けてイエス様は死んでくださったんですね またこう書「いてますイザヤ五53章12節の後半では彼が自分の命を死に明け渡し背いた人たちと共に数えられたからである彼らは多くの人の罪を負い背いた人たちのために取りなしをすると、ね、罪を犯してそして本当に神様からに逆らって生きている私たちと同じようになられて 彼らの罪を負ってくださったんですね。第二コリント5章21節には、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。第一ペテロ3章18節私の身,が、えー、身代わりとしてですが、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が 悪い人々のの身代わりとなったのですそれは肉においては死,を死に渡され肉においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。本当にイエス様は私たちの身代わりとなって死んでくださった。このことをぜひ覚えてください。えー、っとそして世界中探していろんなね宗教家だとかいろんな良い教えをする人がいます。 あなた方を救いますよあなた方が私に従えばね素晴らしいところに行けますよっていうような人たちはたくさんいますでもいざとなった時にはそのまあリーダーを助けるために弟子たちが死ぬということはあっても弟子たちのためにリーダーである人が命を捨てるということはないですしかもイエス様は弟子たちだけではありません世界中のすべての人たちのために 死んでくださったこの方はイエス様だけなんですね誰が私たちの身代わりとなれましたかイエス・キリスト様です他にはいませんどのようにたった一回だけ何回も見えたった一回だけの身代わりですそしてなぜですかそれは私たちが罪があるからですじゃあ目的は何ですか身代わりの目的は 私たちを神様のもとに導くためですそのためにイエス様は身代わりとなってくださいました本当に身代わりとなってくださったイエス様に心から感謝したいですねうーん神様ってひどい神様の計画ってひどいどうしたんクマくん何起こってんだって イエス様が十字架にかかって死ぬなんてあんな苦しいんであんなのなんで神様許すんやろひどいそやなだけどすべての人が天国に行くためにはそれしか方法がないんやそやったらなんですべての人最初から天国に入れてあげられへんのそれはな 神様が正しい方やから神様は正しい方やから罪を持ってる人はね天国に入れることはできへんねん。うーん死ぬことはもちろん悲しいことやろうん。しやけど死ぬことよりももっと一番大事なのは死んだ後に天国に行けるかどうかやろだって人はいつか死ぬんやから 早かったり遅かっったたりり遅も死ぬやろだけど死んだ後どこ行くかっていうのが一番大事でそのことのためにイエス様は死んでくれたんや。しやけど十字架系は残酷や残酷や。まあねなんであんなひどいことすんのかなと思うけどね。でもあれが神様がみんなのことを愛してるっていう愛の印やねんで。うーん そうかもう、えっと、十字架刑が残酷やーっつって嫌いやーって言ってたらもう十字架とか見たくない見たくないそうだけどさ多くの人がさ十字架をさペンダントにしたりして飾りに使ってるやろなんでかわかるうーんそれは本当に神様が私たちを愛してるんやっていうことをわかるからやで。 うーんそうか残酷やけどなそうやオフな十字架持ってんねだからあの熊くんに十字架あげるわいいほらきれいでしょうこの十字架この十字架今熊くんにあげるからなよしょしょよく似合ってんじゃないオフ優しいなあ せやろオフもイエス様が私のこと愛してくれてんねんなと思ったらな優しくなれんねんそうかほんなら僕この十字架オフに返すなんでだってオフがいつも十字架見て神様のことを思ってたら優しいもんななんで人があげたものを返すって言うんかこいつああ まあ残酷な十字架けでもこれが神様の愛の印になりましたね素晴らしいことです、えー、あなたはこの話を聞いたことがあるでしょうかこれは、うん、まあよく令和として使われるんですけどもあるまあ赤ちゃんがですねあまあ、ある子供がにしましょうかある子供がお母さんのことが嫌いだでなんで嫌いかってお母さんにこの火傷の跡がある そしてみんながそれを見るとああ何々ちゃんのお母さんって火傷の跡があるとかなんか化け物みたいとかねひどく悪口をいっぱい言われてしまいましたそれでもうお母さんと一緒に歩きたくないみんながジロ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 見るだからお母さん一緒に歩かないでとかっていうふうに言ってたんですでもその子がだいぶ大きくなった時にお母さんがもう大きくなったから少しお話ししようかなって言って話をしてくれました それは何かっていうとその子が本当にまだ小さかったときによちよち歩きをしてこうストーブの方に行っちゃったんですねでその頃ストーブの上には夜間がかけてありましただからもう夜間のお湯がもうシュンシュン湧いて本当にえっ、ー、と熱いお湯があったんですねでその時にその子がよたよたと言ってストーブの方に行ってストーブを倒しそうになりましたすると上の夜間がパってこう ひっくり返りそうになったんですね。それを見た時にお母さんはもうパッと自分の体でこのやかんのお湯を受けることになったんです。なぜかというと、小さな子供が熱湯で大火傷をしてしまうと命がなくなるかもしれません。体の何十パーセントか以上、火傷するともう命がないっていう風うに言われていますから、もうあんな熱湯全部ばってかかるなんて無理だと思いました。 それでもお母さんは自分の子供を守るために必死だったんですね。でもその時にお母さんはまあ、顔だけじゃなくて実は他のところも含めてやけど、おやけどをしてしまいました。まあ、その子は小さかったのでそのことことを覚えていませんでした。でもお母さんは言ったんですね。このね、このケロイドみたいになったこの傷はお母さんがあなたのことを本当に愛してるっていう印なんだよ。 あなたは今まで知らなかったかもしれないけど今日そのことを話しときますって言ったんですそしたらそれを聞いたその子供が本当に自分の心がなんて悪い子供心だったんだろうと思って悲しくなったんですねお母さんごめんなさい今までお母さんのその傷が恥ずかしいと思ってた もうこんな他の人を見て他のお母さんみたいじゃなくて何でうちのお母さんはこんな傷があるのって嫌だなって思ってた一緒に歩きたくないしお母さんって分かってほしくないと思ってたでもそれは私を助けるためだったんだね命がけで私を助けようとしてくれたんだねだからそんな傷を負ったんだよねその後から本当にそのお母さんの傷を見るたびに「お母さんありがとう」って 僕のこと愛してくれてありがとうって感謝する気持ちが出てきましたそれからは他の人がじろじろ見ても気にしなくなりましたお母さんと手をつないで喜んで歩けるようになったんですね。あなたとイエス様の関係はどううでしょうか多くの場合特にクリスチャンホームなんかの場合はもう親が教会に行きなさいっていうことで生かされています。ああ教会かやだな イエス様十字架もう何度も聞いたよそうそうイエス様が私の罪のために死んだんでしょう私の身代わりになったんでしょう聞いた聞いた何回もって思ってるかもしれないけど本当にあなたを救うためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったっていうことを理解しているでしょうか?」。もしかししかかたたら日曜日曜何してんのってのっ聞かれた時に 教会に行ってるっていうのが恥ずかしくて「うんちょっと用事」って言ってごまかしていないでしょうかあなたにとってイエス様を信じることは恥ずかしいことですか人に知られたくないことですかそれともあなたの命を救ってくださったイエス様ありがとうって感謝の気持ちがいっぱいでしょうか今日はこの「福音」ということについて。 福音の中心イエス様が私たちのために死んでくださったっていうことについていくつか学んできましたこれはとても大切なことです頭で分かっていても心で分かっていないと心で理解していないと信仰を持ってても神様に対する感謝イエス様に対する感謝出てこないですよねさっき言いましたイエス様は私のために死んでくれたからありがとうイエス様だけ感謝します じゃないでですすよね誰が計画したんですか父なる神様が計画してイエス様に「あなたこのことをしてくれますか?」って「私たち人間を救うためにこのことをしてくれますか?」って「とっても苦しいし大変だけどしてくれますか?」って父なる神様はイエス様に頼んでくれました。そしてイエス様は命令されたからやったわけじゃない。 命令だから仕方なくいやいやではありませんイエス様ご自身も私たち一人一人のことを本当に愛してるんですそして本当に愛してるからわかりました私が行きます私自身が彼らのために死にたいんです私自身が彼らを救われるようにしたいんですこれ以外に方法がないんですどんなに辛くても苦しくても私は それをやりたいです。という風うにイエス様は私たちの身代わりとなってくださったんですね。そのことを本当に分かるように神様にどうか祈ってください。まあ、自分自身でもですね。イエス様が十字架にかかって死んで蘇ってくれたってことはもう頭でわかってるし、信じてるし、もう本当に感謝もしています。それでもふっとした時に、神様よりもイエス様よりも他のものを大事にしてしまったり。 後回ししにするなんててことをやってしまいますますた私が見てる、ね、高校生や小学生見ても一生懸命語るんですけどもやっぱり彼らの中には「いつメッセージ終わんの?」とか <laughs>「ですねもうあの早く終わってゲームがしたいんだけど早く終わってこれこれしたいんだけど」って言って教会に来ることが、まあ、友達と遊ぶためであったりまた何ていうかなもう ここに座っているのはもうしょうがなくもう逃げ道がないからここにいるだけですっていうような気持ちで座っている子もいますでもよく考えてくださいイエス様が十字架にかかって死んでくださるということは本当に素晴らしいことなんです3.11があって全てものものを失ったという方がたくさんいましたでもそこで本当に希望として持てるのは何か 信仰なんです私は神様に愛されているイエス様は私のために私を救うために私の身代わりとして十字架にかかって死んでくださった私は生きてていいんだ神様のために生きることができるんだイエス様と共に生きることができるんだそういうことを感じることができたと思います。今まで大事だと思ってたものが 一瞬にして亡くなるというそういうことも経験しましたまた直接被害に遭ってなくてもそういうことが起こるんだということを私たちは感じることができたんですでももう4年も経ってしまいましたするとそれはどっかに行ってまた日常のいろんな周りのことに振り回されて神様のことが二の次3の次ですでも覚えてくださいイエス様が あなたのために苦しまれたことそのことを本当に心でまだ分からなければどうか心で分かるようにしてくださいとどうか祈ってくださいこのことはあなたが生きる上で一番大切なことだと信じていますお祈りします愛する天の神様今日は福音の中心イエス様の十字架の死と復活についてのパート1を学びました本当にイエス様が 死んでくださったことすごいことです私たちの身代わりとなってくださったこと本当に感謝なことなんですでもどうかそのことが私たちが頭で理解するだけではなく心で本当に理解することができるように助けてくださいそして日々神様に感謝することができるように導いてくださいこの時を感謝しイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン